こんにちは。看護の勉強はどうやなんでも最初は大変や。慌てんと一つ一つゆっくりやっていこうな。さて今日はホメオスタシスや。有名な歌で「人生楽ありゃくもあるさ」っていうのがあるけどそんな感じで人間の細胞を取り巻く細胞外液この内部環境っていうやつを一定にする仕組みを言うねこの向上性、ホメオスタシスを生み出すのが今回やるフィードバックや。 フィードバックにはどんどん進める性のフィードバックと、どんどん抑える負のフィードバックがあんねんけど、例えばで言うたったら、俺はあんまりこう、パチンコとかっていうのは行かへんのやけど、仮にそうやったとして、金ないときって、なんとかして増やそうって、パチンコ行くや。ほんで、負けてさらにお金なくなったったーってなったたら、そら借金するわな。それによってさらに金なくなるっていう。やればやるほどどんどん借金が増える。これが性のフィードバックや。ほんで、同じように金ないからって、バイト行くや。 そしたら、バイト代ゲットやなこんなんやってやればやるほどどんどん金ない貧乏をなくしていくんを負のフィードバックっていうね人体の場合大抵の気候は負のフィードバックやけど血液固めるんと赤ちゃんを産むんだけは正のフィードバックやで「血止めろ止めろ」とか「赤ちゃん俺ら産むぞ」ってな。 ほんで、その二つじゃない負のフィードバックで、いろいろなことを止めていくね。ちなみに、そのフィードバックっていうのは、体のどっかが全部まとめてやってるっていうようなんやなくて、それぞれの事柄に、それぞれのフィードバックをするやつがおるっていう感じやな。人間家庭一緒やろ周りにはいろんな人がおって、お金持ちすぎてて、調子乗っとる時とかっていうのは、そんな持ちすぎたら無駄遣いするでしょとかって言って、まあ、おかんがこう募集してな、貯金しとくからみたいな、あったりとか。 逆にお金なくて、わー、でもなんか今度のなんか部活のためにアンダーシャツとか買いたいねんけどなーってしょぼーんってなってたらいとこのおっちゃんとかがおって、なんや、ほやったら俺が買うってやるわ言うてくれたりとか、失恋してしょぼくれてる時とかやと、友達とかが大丈夫、お前やったらまたモテるってとかって言って励ましてくれたり。 テンション高くてむっちゃ元気やったりするとちょっと怖い先輩とかが「あん調子乗ってんじゃねえぞ!」とかって言って出てきたりそうやっていろんな周りの人たちのおかげで一定に保たれるみたいな感じで俺らの体の中にも糖分高いと反応するやつ体温低いと反応するやつとかホルモンが多かったりするとすぐ反応するやつとか体中にいろんな場所があってそいつらが高い時には下げるとか低い時には上げるみたいな感じで 高くなりすぎたり、低くなりすぎたりを止める、負のフィードバックっていうのが働いて、俺らは一定に貯めたれるようになってるんやな。ほな、そのフィードバックの仕組みを詳しく見てってみると、例えば空腹のとき、ブドウ糖って普通70から110って言われてて、まあ言うなら血液中1デシリットルやから、100cc に70から110粒ぐらいのブドウが転がってるっていうわけやけど、食事するとこれが増えるねすると、これをまず受容器で糖が増えたでってキャッチ。 すぐさま急進路って神経で脳などの調節中枢から糖多いから下げたっていう指示が出るそれを遠心度って神経で硬化器に伝えてその指示を受けた硬化器今回見たく糖分下げるんは膵臓の B 細胞ベータですベータベ,ベータ細胞からインスリンって糖分下げるホルモン出して下げるねちなみにこれは高かった糖分を抑えるから負のフィードバックやで ちなみに糖分を上げるホルモンはいくつかあるから1つ2つ壊れても低血糖にはならへんけどインスリンっていうのは糖分を避ける唯一のホルモンやからこの仕組みが壊れると高血糖で糖尿病とかすぐ起こるねん。あと情報を受け取る受容器から脳とかの調節中枢が情報を求めるのが急進路ほんで指示を遠くへ飛ばす時使うんが遠心路になるわこうやって一定に保つ仕組みそれがホメオスタシス恒常性って言うんやな ほなそんなわけで受賞のおまけもおしまい。次回からとうとう待ちに待った解剖生理学の話に入っていくで、ね。てなわけでまた次回。次のアニメで待ってるからな。